画像はすべて日本の空自、航空自衛隊のものです。かっこいいですね。この度、日本で UAP、あるいは UFO、UFO を担当する担当部官が決定しました。Hi, everyone.This is t k i 今や UFO、UFO 議員で有名な浅川義春さん。彼は衆議院議員なんですけれども、UFO に関してよく発言されてるんですね。この度、 2024年7月30日に国会で質問がされました。この浅川議員からの質問です。防衛省において UFO 部門に進展があったと聞きつた聞いておりますけれども何かございますかお答えできますかみたいな質問なんですね。そうすると、実は UAPUFO の担当部官が決まりましたと。これは正式に日本の防衛省の防衛政策局長が まあリードして担当するということになったそうです。これから歴代のその政策局長、防衛省の政策,政策局長が担当していくっていうことに今は決まったそうです。まあいろんなところから日本は UFO の,の政治的な、例えばその政府の中で UFO の担当はないのかみたいなことを結構言われてたらしいんですけれども、まあようやく思い越しを上げて、まあ一応作りましたよと。で、これはですね、あくまでも議員の立場では、あの、 宇宙人の乗り物とかそういう観点ではなく、日本の空に私たちがよく知らない未確認のものが飛んでるってことは非常に危険だから、これは調べてもらえませんか情報を集めて分析することが必要ではないですかって浅川議員はずっと訴えてたわけですね。で、この浅川議員のですね、なんか衆院、安保理委員って書いてるんで、多分衆議院議員の安全保障、 理事会みたいなところの委員に入ったんでしょうね。で、あの、えっと、今年だったか、去年の末だったかで、メキシコの国会で、メキシコ議会で初めて宇宙人のミラではないかっていうものが取り上げられて世界でニュースになり、で、トーキーもまあ動画にしたんですけれども、あれは本当の宇宙人のミラだっていう人と、あんなものは偽物だっていう人で、真っ二つ二件見が分かれてるんですけれども、もともとペルーで見つかったものなんですよね。 だからペルーの政府はメキシコに対して怒ったわけです。メキシコ政府に対して勝手にペルーから持ち出したものを勝手に国会で取り上げるなみたいな方で、ペルーに何の断りもなくやってはいけないみたいな。ああいう文化的なものでペルーは観光資源にしてるんで、そういうところをピリピリとしてるんでしょうね。それで、あの、そこのメキシコの国会で取り上げたミイラ。 宇宙人のミラかもしれないっていう時にこの浅川議員はメキシコ国会から呼ばれてそこに立ち会ってるんですよね。結局この方曰くいろんな国の UFO 議員と情報交換してるって <laughs> おっしゃってますね。アメリカの UFO 議員も行ってですね、その人たちとも頻繁に連絡は取って情報交換してると。一体どんな情報交換してるんだって、当期も興味津々なんですけれども。で、ペンタゴンが去年 待つぐらいに日本は UFO がたくさん飛来してるっていうことを暴露したっていうか発表したんですよね。なんか名指しで日本には UFO たくさん飛んでるんだよって。だけど歴代の日本の政府はあの、当期の読み通りですね、全部アメリカにお願いしてる状況だそうです。つまりあの、やっぱり日本の国会議員かなり年齢が上の方も多くてこれまでは UFO なんて あの子供が遊ぶもの。子供がテレビを見て喜ぶもの。だからもう、はっきり言えば、日本の国会議員は誰もまともに、UFO なんて意味がわからない。未確認のものをじゃあアメリカにお願いしようって言って、日本でそういう情報がこう入ってきた時に全部アメリカに投げてたらしいんですよね。でも最近は日本からの持ちかけもあって、日米の、えっと、統合指令っていうのを作ったんですよね。日本の自衛隊と、 アメリカの米軍が限りなく融合して混ざる状態で一つの命令で米軍も動くし自衛隊も動くっていうような状況にもなりつつあってだからその日本が UFO とか集めてもいいけど自分たちでも分析しなさいみたいなことを <laughs> アメリカから言われたのかなってちょっと思ったんですよね。なんか変なものがある。よくわかんない。じゃあアメリカさんお願いしますねって。今まではわかったってアメリカこういうの好きだからやってたんでしょうね。<laughs> それでこれまではもうほとんど日本からの情報、UFO に関するものは出てこなかったと思うんですが、担当部署までできましたので、これからの動きは要注目だなと思うんですよね。 それで UFO とかそういう宇宙のものかもしれないっていうのもいいんですけれども、アメリカのそのアルテミス計画、もう一度月に人類を降り立たせるんだっていうあの計画に日本はどっぷりハマって一緒にやってるんで、日本の宇宙飛行士も月に降り立つ予定ということで組み込まれてるんで、日本人として初めて月に降り立つ 宇宙飛行士が誕生しそうなんですよね。そこも当期注目していて、なんか最近月で、このアポロ11号が降り立った場所から、そんなに遠くない場所、近くになんかホラー穴みたいなのを見つけたって言って、科学者たちが大騒ぎしてるんですけれども、あの月のホラー穴が見つかって、あれうまくいけば、もし月に滞在するってことになった時に最初の人類のお家、家になるかもしれないとか言われてますね。 これまで昔のアメリカの新聞記事とかそういったファイルの中に日本と UFO っていう記事はパラパラっと出てくるんですよね。で、当期、あ、日本と UFO ってあるんだと思って読むとほとんどが米軍の兵士からの報告です。ですから、実は日本の自衛隊の方々もいろんなところに行くので UFO なのか何なのかよくわからないのが飛んでいたっていう話はいっぱいある。 そうなんですけど、それを報告したら最後、大好きな飛行機から降りなければいけないっていう厳しいルールが昔あったようで、だから例えばジャンボ機のパイロットでも、日本の自衛隊機を操るそのパイロットの方でも、上司には決して、決して報告しなかったっていうことですね。 やめて後に友達同士でパーってこんなことあったんだよみたいな話から漏れてきたっていうのはあるんですけれどもアメリカの兵士も昔は結構変な目で見られて精神的にお前おかしいのかって言われるので言わなかった人がほとんどらしいんですけれども中にはもう俺やめるから軍隊やめるからって言ってバーンと記事にしてって言ってそのジャーナリストに言ってきた人たちが結構いるんですよね だからそれで漏れ伝わってるっていうのがあるんですけれども、今後はですね、ようやく日本の政府防衛省の中に UFO の担当部官がいるので、報告してほしいなってちょっと思います。まあ、トーキー自身が UFO を見たことないので、ああだこうだ言える立場でもないんですけれども、何か日本からのね、情報が世界に発信できたらいいなってちょっと思いますね。まあ、どうでしょうか。まあ、皆様は今回のお話、どう思いましたでしょうか もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。